すぐ出せるものだからさっさと出せよってこと。だから自腹でやったらって。自民党と総科学会と統一協会で仲良くやりゃいいじゃないの。国葬自体やる必要がないってことです。もうその一言に尽きるってことです。意味不明ですね、国葬って。国葬をやる根拠って何ですかって言ったら無理やり持ってきただけでしょ。やる意味ないんですよ。ていうかやれないんです本当は。勝手に儀式としてやろうとしてるだけ。そこに税金投入しようなんて、ふざけた話ですね。どうしてもやりたいんだったら自民党議員がお金出せばいいんですよ。 リスペクトしてるんだったら、そんなに安倍さんを愛してて、自分たちだけの集いをしたいというならば、自分たちが未然に起ればいい。それに統一協会と総科学会が金出せばいい。私はそう思います。それ以上でも以下でもない。そういうことです。で、予備費っていう部分に関して、これは災害などがあった時にもこれは出されるお金だと、おっしゃる通りだと思います。今、もうすでに災害化です。コロナ災害という中で苦しまれている。当然、これ爆発的に広がっているという中においても、先ほど言った通り、もう事実上の放置プレイです。 結局、手当てする気ないですね。事業者潰れていきますよ。結局、行動制限をしませんと。経済回すんだっ言ってるけれども、実際にその経済の中に組み込まれている事業者や人々っていうのは、回らないっていうような人たちいるわけですね。例えば飲食店であったりとか、人が来なくなったりとか。行動制限はしてないけれども、事実上、それぞれが自粛をしているという中において、大きなこれ被害が発生していると。そういったところに対して手当てをすべきっていうこともありますし。 それのみならず、当然、この医療現場であったりとか、さまざまなところに手当てをしなければならない資金として、すぐ出せるものだから、さっさと出せよってことですね、それのみならず、おそらくもう、発熱外来っていうところにつながるだけでも大変な状況であって、それぞれがもう、自分がコロナなのかどうなのかってことも判断できないままですね、仕事に向かわなきゃいけなかったりとか、とにかくこういうような状況の中で、しっかり家にいてくれと、疑いがあるだけでも、ちょっと家にいられる人はいてくれ、その代わりその部分、マイナス部分は補填するからねっていう。 これまでなされてこなかったことですね。濃厚接触者であったりとか、もちろん無症状の人も含めた上で、経済的な手当てをしていくってことをやらなきゃ、いつまでも続きますね、この爆発。そういったところにお金を出さない。一方で、元総理というだけですね、これ、はっきり言っちゃえば。逆に言ったら、日本国内の格差を広げて、国の根幹となるような、さまざまな制度をぶっ壊してきたような元総理です。もちろんプラスになった人たちはいるでしょう。 でも逆に言ったら国全体としてはマイナスだというような運営をしてきた人間に対して国葬を行う。しかもそれは皆さんの税金で。これありえない話ですね。だから自腹でやったらって。自民党と総科学会と統一協会で仲良くやりゃいいじゃないの。それ以上でも以下でもないという感想です。